デンジャラス・ウーマンはアメリカ合衆国の歌手アリアナ・グランデの3枚目のスタジオアルバムである。2016年5月20日に全世界同時にリリースされた。制作時のタイトルはムーンライトでグランデは当初本作を2015年の夏秋頃のリリースを目指していた。2015年10月にはフォーカスを先行シングルとしてリリースしていた。しかし、 制作の段階で、ムーンライトの題名を撤回し、フォーカスの収録を見送り、デンジャラスウーマンの題名が付された。燃焼者による干渉に関して警告を促す、ペアレンタルアドバイザリーの表示が、グランデのアルバムとして初めて重複された。ジャケット写真には、黒のバニーマスクを被るグランデが写っている。バニーマスクは、内面の強い女性というキャラクター的要素を、 表現するアイテムとして着用したとグランデは説明している。このバニーマスクを着用するグランデは2017年からスクウェアエニックスのソーシャルゲームファイナルファンタジーブレイブエクスビアスに登場するキャラクターデンジャラスアリアナのデザインに採用された。なお、日本版のジャケットは鏡に向かうグランデの様子が映るものとなっており、バニーマスクを被る写真は採用されていない。 全米アルバムチャートビルボード200は2位で1位を獲得した前作2枚にチャートで及ばなかった。日本のオリコンアルバムチャートでも2位であったが、こちらは前作2枚より高順位であった。ありがとうございます。